リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、本日はねシェフィーさんのケージ作りでねちょっといろいろ考えているリントでございます。ちょっと噛んだね何を考えてるかっていうと、今このケージの状態だと実は修正飼育にはちょっと向かないんですよね。ちょっと狭いんですよ。で、今これはあのニトリの衣装ケースに網を上に張って、作っていて、で、下に木のね、タイルのようなものを置いて、作っているケージになるんですけれども、この横のスペースもね、まあ、使えるわけですよ。で、ゆくゆくはシェフィーさんを、この下の部分を丸々使ったケージの構成にしてあげようかなって思っていて、で、いろいろ考えて、まあそもそもね、全部全面網のケージにして、まあ全面をね、パカって開けるようなケージっていうのがワンパターン目。もう一つはね、今この衣装ケース、これ衣装ケースの中の部分だけなんだけど、外側っていうのが実は余っていて、外側も使ってケージを作ろうかなっていうのがもう一パターン。まあ経済的なコストという部分をね、あんまりかけずにっていう話ね。そもそも全面網にする場合だと、網を4面分のね、いろんな長さのものを用意するっていう形にはなるので、そこはね、って言っても網買うって言っても100均で買えるものだとは思うんだけど、っていうパターンにするのか、この衣装ケースのね、側の部分も使って、作るのかっていうのでちょっと悩んでおります。はい。ちょっとね、これだとね、ゆくゆく足りなくなります。今、およそシェフィーが40.5 とか40センチちょっとぐらいなんだよね。で、この子たちは、飼育環境下だとね、多分1メーター達するか達さないかぐらいだと思うんだ。よく聞くのが、平均だと90センチぐらいかな。今家で90センチぐらいですとか80センチぐらいですっていうのを結構よく聞くので、おおよそそれぐらいになるんじゃないかなとは思っていて、で今ケージ作りでどうしようかなっていうのが、ここにね衣装ケースのよいしょ片割れがねいるんですよ。こういう感じで、でこれさっき測ったら、今ちょっと簡単に入れられないんだけど、今そこにバケツあるんだけどね、ここにこのバケツのある空間にこういう感じで入るんですよ。全然余裕で、はい、こんな感じね、入れることができるんですよね。すると、ここをね水浴び用の空間にしようかななんて思ってて、でこの天井の部分だけ、天井になる可能性のあるこの部分だけ、ロの字で、ケースを穴開けて、でここに網を張って、この上ね網を張って、でこれ高さ的にねちょっとこの部分が空間が開くのね、こっちと合わせるとこれぐらいの空間がね高さあるので、ここの部分をまた網を張ってってやると、上も網、この部分もちょっと網があって、でここの部分とくっつくっていう風にして、でここにここの横をね、ここもロの字で切って、この骨組みは骨組みになる部分はね残しておきたいので、ここをコの字で切っちゃうと、ここの不安定さが残っちゃうから、ここをねロの字にカットして、横にこいつをつけるっていう形で増築をしようかなと思っております。網で作るよりも、まあ、再利用も効くしねこいつのっていうのと、まあ、この空間にはぴったりとはまるっていうところねになって、でプラスワインセラーの上の部分、下の部分に設置するんだけど、あそこ今 バケツ置いてるんだけど、あそこってワインセラーのところで結露が溜まったやつが下にね水が溜まるの、ここにこれね、ここに水が溜まるの、結露したやつが、でそれがピタピタピタって下に上がれるんだけど、この水って特に汚い水とかではなくて、結露した水が溜まってるだけなんだよね。でその結露した水っていうのは、水浴びの水として使っても問題がないぐらい清潔な水なので、
ここをね、水浴び空間にしておいて、たまに上から流れてきても大丈夫なように、これが水受けになってくれれば、今バケツが水受けになってるんだけど、これが水受けになってくれれば、それで十分いいなと思ってて。で、プラスこれ、ここの部分がね、ちょっと凹んでるんで、ここがね。だから水がピターってここに流れたとしても、さーって拭くだけでいけるんだよね。で、どっかに水がはみ出てこぼれちゃうっていうことはないんだよね、この状態でいけば。だからこのプラケースをそのまんま再利用した上で、その横にドッキングってできればかなり楽かなって。で、後ろにね、今コンセントがあるんだ、あそこなんだけど、あのコンセントもちょっと上に出して、レオパのケージの奥のところに吊るしておけるような環境をね、この辺ねに、窓のあの、ね、サッシの部分とかに吊るせるようにカチャンってしておけば、電源の管理自体もできる感じにできるなと思って。で、すると、下の部分を全面、サバンナモニター用の、名前出てこなかった、サバンナモニター。サバンナモニター用にできるし、で、ここも網を張れば、ここパカッて開ければ、自分たちって言ったら、まあ、シェフィーだけなんだけど、自分で出やすくなる環境にもなるし、シェフィーが結構大きくなってくれば部屋んぽっていうのもできると思うんだ。で、プラス YouTube でね、サバンナモニター買ってる人の動画をいくつか見たこともあるんだけど、そこで実際にやられていたことで、人間からシェフィー、まあサバンナモニターの方にコンタクトを取るっていうのは簡単なんだけど、サバンナモニター側から人間に寄ってくるっていうのは、やっぱりこう部屋で散歩させたりとかしながら自分から寄るっていう環境を作っておかないとならないんだよね。で、自分から寄ってくるようになると人間への友好関係っていうのを築けるらしいんだよね。それをね、見たんだよね、動画で。で、その動画の中では、ほぼ犬みたいにサバンナモニターが対応してて、普段はこうケージに入れてるんだけど、状況によっては出してあげてるよっていうのを見た時に、あ、それいいなと。で、まあワンちゃんみたいにね、部屋をちょっと散歩して、で自分でケージ戻ってみたいな環境を作れれば、それはそれで悪いことではないなと思ったんですよね。まあ今の大きさだとね、ちょっとまだできないんだよね、結構隙間に入っちゃう可能性があるから。なんだけど、それを考えた時にありだなとは思って、っていうので、全面を開けるようにはしたいなと。できればここもね、穴ぶち抜いて網張って、でガチャンって開けるようにはしたいなと思ってるんだけど、すると、まあこっちも正面開いて、こっちも正面開いてっていうことができる。まあでもこっちだけでいいのかな、正面開くのは。こっちだけ開けてれば自分で出てくる可能性もあるもんね。うん、経済的にはその方が楽なんだよね。ここをね、ロの字で切って、こっちもロの字で切って、で、あとは結束バンドと網を買って細かい部分を調整してあげればいけるから、それにしようかな。うん、ここも網張ればいいしね。で、ここで網を張ってあげて、ここにね、ガチャンガチャンってつながるようにして、で結束バンドとかでこの辺をね、こんな感じで止めておけるようにしてあげるだけでもいいなってところ。で、それが広々環境にもなるからいけるよね。うん、ちょっと今悩んでますけれども、その方向性で作ってみようかな。まあかなりちょっとDIY のケージ作りになっちゃうんだけど、このケージはね。でもその DIY の作り方でもなんかいい気もするんだよな。うん、掃除自体もこっちしやすいしね。こっち水しか入れる予定ないし、でこれがちゃんとこの手前のところから、こっちからね、ガチャンって抜ければ水の入れ替えもできるし、うん、まあって言ってもうちのケージ自体がね、全員 DIY でできてるケージだから、まあここはこのプラケースで作ってみてもいいのかな。段差さえね、気をつければ、まあこれぐらいの段差だったら登れるしね、この段差だったら、第1関節とちょっとぐらい、第2関節いかないぐらいの高さなので、登ることは全然もう余裕だから、あの子はね。
で今の水ケースがねちょっと汚いけど、プラケースねちょっとちっちゃめだから、こっちの方がゆったりね、あの水浴びもできるし、うん、いいかなっていうところだね。ちょっとその方向で作ってみるかな。まあそういうね今悩んでましたよっていう動画でございます。うん、このプラケース使用して作りましょう。まあ、作り終えたら動画としてアップするんですけど、多分この動画がアップされるのはね1ヶ月近く後になる気がします。今いろんな動画をねちょっと取りだめしちゃってて、家にいる期間がちょっと長かったので、ために貯めた動画がねいっぱいあったので、ちょっとそちらを先にアップしてからになるので、今9月の末ぐらいにねこれ撮影してるんですけれども、おそらく上がるのは10月の末なんじゃないかなと思います。なのでね、こうやって言ってるうちにはケージ、多分10月のその末の時の、動画が上がる時にはケージできてるような気がします。まあ、ケージができたらケージができたその動画もね追ってアップいたしますので、ぜひともそちらも見ていただけますと幸いです。ちょっとそんな感じでケージ改造していこうかなと思います。全然ねここノコギリで切ったらいけるしね、うん、その方がケージ作りやすいなし、あとメンテナンスも意外とその方がしやすいね。ここが水勝手に溜まっても大丈夫な空間が作れるし、うん、で上から水が垂れてきても問題ない環境になるし、でプラスこっちはこっちでねバスキングとかゆったりとね休める空間を作ってあげれば、こっち水、こっちバスキングの陸地みたいな感じで作れるし、ありかな。ちょっとかなり DIY の作り方にはなっちゃうんだけど、ちょっとそれで挑戦してみようかなと思います。まあ、もしねなんかメンテナンスしにくいとか、それ使いにくいとかダサいって自分で思ったら多分作り変えます、新たに。はい、その時はなんか網のケージというか網買ってきて網で作ったりとかするかもしれないですが、今はその方向でちょっと作ってみようかなと思っております。はい、っていうねケージ作りでちょっと考えておりますよという動画でございました。実際ケージできましたらご紹介いたしますので、そちらの動画見ていただけますと幸いです。よろしければチャンネル登録、高評価、そして SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、そちらの方もフォローしていただけますと幸いです。また過去にたくさん動画上がってますので、そちらの動画も見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。